カブス聖夜、僕を分かってもらえなかった、メジャーの意外な落とし穴。カブス鈴木聖夜は27日、MLB ジャパンが開催した草野球の全国大会 MLB ドリームカップ2022にスペシャルゲストとして参加。そこで最もきつかったメジャー1年目の壁について語った。この1年は環境に慣れることで精一杯でした。チームメイトをはじめ、アメリカ人との関係性を作ることが難しかった。野球より、そっちの方で悩むことが多かった。食事もそう。頭が技術の方に回っていませんでした。文化、習慣の違いはバカにできない。米国人から見ると、日本の選手の練習量が理解不能なほど長いと思われることも多いようだ。鈴木は練習時間がすごく短くて、何をしていいのかわかりませんでした。一人で長くやっていると、いろいろ言われますし。結局、僕のやり方や、僕がどういう人間かをわかってもらえていなかった。そこからしっかり作ることが大切だと、改めて思いましたと吐露した。聖夜は結構繊細よね。合わないなら日本に戻ってきてもええんやで。才能以前に鈴木は練習の虫やから練習するなは合わないやろな。食事は日本人の嫁がおるから平気やろ。出産準備でずっと日本にいたはず。111試合2割6分2厘14本46打点 OPS7 割7分 52.0。 まあまあようやっとる。まあ年俸から考えるとヤバいけどようやっとるよ。2年目もこの程度ならヤバいな。OPS7 割7分なら9大点やろ。イチローの平均と松井の1年目と変わらん。こういうの見ると同じようなコメント残して去っていく NPB の外れ外人たちもかわいそうやと思うな。言い訳すんな、適応しないお前が悪いって切り捨てられるけど。クローン、わかる。